こにゃっちは、霊夢だよ。この世界ではどこにでもいる普通の地方の高校生だよ。今日、学校で入り法って言葉が出てきたんだけど。よくわからないな。こんな時は仲のいいクラスメイトのあの人に教わろう。立花ちゃん、立花ちゃん、立花ちゃん。やっほー、立花だよ。どこにでもいる高校2年生だよ。立花ちゃん、今日の数学の授業で出てきた。入り法について優しく教えてくれないかな。いいよ、例題を使いながらゆっくり解説するよ。ありがとう、立花ちゃん。みんなもゆっくりしていってね。入り法っていうのはね、ある命題が成り立たないと仮定して矛盾を導くことにより、元の命題が真であるという結論を導く証明方法だよ。なんのこっちゃわからない。教科書の例題を使って実際に証明してみようね。 1+3 ヌート2が無理数であることを証明してみよう。無理数は分数で表せない数で、小数にすると循環しない無限小数になるから。どうすればいいんだろう。直接無理数であることを証明するのは難しいよね。激ムズ。こういう時こそ入り法だよ。次数は無理数と有理数の2種類しかないよね。ないね。だから有理数でないことが証明できれば、その数は無理数ということになるよ。有理数でないことはどうやって証明するの？有理数だと仮定すると矛盾が生じることを示せばいいよ。なので今回の問題では 1+3 ヌート2が有理数だと仮定してみるね。流体離脱と因果踏める。そしてこの有理数 1+3 ヌート2を R とする。そうして式変形するとこうなるよね。なるね。有理数同士の和、座、積、小は全て有理数だよね。そうだった気がする。なので右辺の式は有理数になるよ。あれ？でもルート2は無理数だよね。何かおかしくない？どこか間違えてるんじゃないかな。そうそう、ここで矛盾が起きるんだよ。途中の式変形は合っているから、おかしいのは 1+3 ヌート2を有理数だと仮定したところしかないんだよ。つまり 1+3 ヌート2は有理数ではなかった、無理数だったということがわかるんだよ。なるほど。これで証明終了だよ。え、これだけ？そう、これだけ。簡単でしょ。入り法ってかっこいい名前だけどこんな簡単だったんだ。別の例題もやってみよっか。うっす、オラゴク。さっきはルート2が無理数であることを所有のものとして証明を進めたけど、今度はルート2が無理数であることを証明してみよう。そんなことできるの？入り法を使えば簡単にできるよ。まずルート2は無理数ではない、つまり有理数であると仮定するよ。北側有理数。有理数ということはつまり分数で表せるよね。そのはずだよね。ということでこういう規約分数で表せるはずだよ。1以外に共通の約数を持たない整数の分数ってことだよね。そうだよ。そして式変形するとこうなるよね。そして両辺を2乗するよ。この式から m2 乗が2の倍数であると言えるよ。ということは m も2の倍数だからこう表せるよね。表せるね。これをさっきの式に代入して両辺を2で割ると m2 乗も2の倍数になるよ。じゃあ m も2の倍数だね。そういうこと。あれ？ということは m も n も2の倍数だから n 分の m が約分できちゃうよね。鋭い。そうなんだよ。規約分数という仮定に矛盾しちゃうんだよ。つまりルート2を規約分数で表せる有理数としたことが誤りであったことがわかるんだよ。有理数であることが誤りなら無理数ってことになるよね。そういうこと。これで証明終了だよ。なんかわかってきた気がする。それじゃあ最後の例題に行くよ。ブラジャー、パンティ。この問題だよ。これって A がマイナス2、B がルート2でも0になるんじゃない？問題をよく読もう。A、B は有理数だよ。そっか。じゃあ0しかないかも。理由は霊夢が他に思いつかないから。直感も大事だけど、ここでは入り法を利用して数学的に証明していくよ。はい。B が0ではないと仮定して矛盾を導こうね。0じゃないなら割る数、
つまり分母に来てもいいはずだから、こういう風に式変形できるよね。できるね。あれ？でも有理数同士の小は有理数で、ルート2は無理数だから、いきなりおかしくない？そうそう、ここで矛盾が生まれたね。だから B は0でないことは否定され、B は0であると言えるよ。そしたら B ルート2も0だから、A も0になるね。そうそう、それを記述すれば証明終了だよ。なんかめっちゃ簡単だった。高校の教科書レベルの背離法の証明はこんなもんだよ。背離法って名前はいかついけど、もう怖くないよ。やったね、霊夢ちゃん。また数学が一歩得意になったね。ありがとう、りっかちゃん。それじゃあ、良い子のみんなもバイバイキン。バイバイだよ。は、磨けよババンババンバンバン。ああ、ビバノンノン。